幕藩体制とは、近世日本の社会体制のあり方を、幕府と藩という封建的主従関係を起点に捉えた歴史学上の概念である。戦前段階には競技に政治体制自体を指していたが、戦後の歴史学の進展に伴い、近世日本の社会体制全体の特色を示す概念として使われるようになった。幕藩制とも言う、江戸幕府を、 すべての武士の頂点とし、最高の統治機関としながらも、藩を形成していることと、米などを現物で納めさせて、年貢とする、国高性をその基礎に置いていることが特徴である。諸大名を新藩、審判、普代大名、戸様大名に分け、参勤交代や改役によって、これを統制した。また、植分の区分けによって、武士を一部の権利を持つ階級に位置づけた。 国田家政については、豊臣政権によって、平能分離が行われ、対抗検知によって徐々に形成され、続く、江戸幕府の成立後に、初代将軍、徳川家康以降、二代徳川秀忠、三代徳川家光の時代に、鎖国体制や、治療制、村受け制などが確立、さらに武家諸法党や朝廷に対する、禁中並公げ諸法党、 自社に対する諸社ネギ管主ハット、諸州人ハット、人員書ハットといった統制なども行われていった。古くは江戸時代イコール幕藩体制であり、当然、江戸幕府が成立した1603年が幕藩体制の式と考えられてきたが、1960年代に荒木森明が太閤検知による荘園制の解体が中世と近世の統治体制を分ける活気と考え、 豊臣政権が日本全国を統一した1590年を爆反体制の式とする考えを打ち出し論争を呼んだ。このため、現在では1590年をもって爆反体制の式とする説が有力ではあるが、1590年1603年、どちらを採用した場合でも、その年に爆反体制が完成したものではなく、 最終的な完成は17世紀中期以後であったと考えられている。江戸時代には商人資本の成長や農村への商品経済の浸透、それらによる身分制の変質など、村落共同体の同様は一気や打ち壊しを招き、幕府や諸藩は幕政改革や反政改革を行い再編を試みる。幕末には諸外国の法官外交により幕府は、 鎖国政策を改めて開国し、朝廷権威も新調して、後部合体路線が進められる。江戸幕府は大政奉還、王政復古、江戸会場により解体され、明治初期には旧藩による統治は維持されるが、中央集権政策の下藩赤奉還、廃藩置県により、幕藩体制は完全に終結する。しかしその後も、 名残として残っている箇所が多く見られている。ありがとうございます。